目を覚ますと地下室に閉じ込められていたマーチン。どこからここに来てしまったのか全く思い出せません。おそらく天井にあるハッチを通ったのでしょう。3つのドアがあり、そこから出られそうです。左のドアの向こうには、そこに金属のトゲがある深い穴があります。真ん中のドアは飢えたピラニアがいる湖へと続いています。右のドアの向こうにはワニがいます。最悪なのは部屋が浸水し始めたこと。マーチンを一刻も早く助けなければ。この不運な男の命を救うために何をすべきかコメントで教えてください。マーチンが選ぶべきドアは左のドア。穴に水が満たされればトゲの上を泳いでいけるでしょう。一方、こちらで部屋に閉じ込められて溺れそうなのはアリサ。壁についた蛇口から部屋に水が入ってきています。この部屋に窓はなく、ドアも開きません。アリサのそばにあるのはモップと大きなバケツのみ。彼女の命を救う方法を知っている方はコメント欄に書き込んでください。この状況、それほど危険ではありません。アリサはただ蛇口を閉めればいいんです。ニックはヨットで世界中を航海中。しかし大嵐に遭遇してしまいます。ある時点で彼はマストに頭を打って気を失ったようです。気がついた時、彼は海岸にいて、よそ者を好まない険悪な雰囲気の地元の人々に囲まれていました。彼らはニックに3つの選択肢を提示しました。タランチュラがいる洞窟送り、黄色いサソリがいる穴に投げ込まれる、飢えたライオンの群れの前に差し出される。あなたがコメントで何を選ぶべきか書いてくれないと、彼に悪い顛末が訪れてしまうかも。ニックは人間に対しては基本的に無害なタランチュラを選ぶべきです。この火山を見てください。今にも噴火しそうです。残念ながらローレンのスポーツカーに残る座席はあと一つ。でも火山からできるだけ遠くに逃げたいと思う人々が3人います。彼女は誰を救うべきでしょうか。若いイケメン、お金持ちの女性、それともおばあさん。男性と女性はキビキビと動き逃げられますが、お年寄りの女性はできません。ローレンが助けるべきは高齢女性。他の意見の人はコメントで理由を教えてください。3人の先生を見てみてください。このうち1人は吸血鬼です。若い生徒が亡くなる前に一刻も早く見つけなければいけません。左の先生は日焼けの跡がありますね。吸血鬼は日光が苦手なので彼女は除外。右の先生は足にギブスがあるので吸血鬼の可能性は低いでしょう。でも真ん中の先生は長袖長ズボンで手袋まで着用しています。肌に日光が当たるのを恐れているようですね。きっと彼女が吸血鬼に違いありません。メラニーは同僚のマリアを夕食に招待しました。マリアはメラニーが自分のことを好きではないと思っていたので驚きましたが、メラニーはとても素敵な食事を準備してくれています。さらに魚まで調理してくれました。彼女は魚を半分に切り、二人で半分ずつ食べました。しばらくするとマリアの顔色は悪くなり、意識を失って病院に運ばれます。ひどい食中毒になったようです。数日後、警察はマリアに毒を盛ったという罪でメラニーを逮捕。二人は同じ魚を食べていたのに、どうやって毒を盛ることができたのでしょう。コメントで教えてください。メラニーが魚を切るために使ったナイフの片側に毒が塗られていたのです。そうすればマリアに渡した魚の部分にだけが毒が含まれるというわけです。この写真をじっくり見てください。3人のうち1人がたった今ペンギンを盗みました。
犯人が誰か分かった人は分かったとコメントに書いてください。左の男性がペンギンに餌をやりに来ていることは明らかです。女性は本物の妊婦さん、右の男性は重そうなリュックを担いでいて、しかも漏れていますよ。ペンギンはその中にいるはずです。この3人を見てください。そのうちの1人の女性は本当の妻ではありません。コメント欄で正解できた人は本物の探偵認定です。どちらの女性も指輪をしています。でもブロンドの女性が準備したお弁当が確実に収まるようなので、夫のブリーフケースのサイズを正確に把握しているのでしょう。一方もう一人の女性は彼の姉か妹でしょう。生まれつき同じあざを持っているようですからね。4人の友人がランチに出かけました。同じ食事をしたのになぜか2人だけ具合が悪くなりました。なぜ残りの2人は大丈夫なのでしょうか。探偵の勘を働かせてコメント欄にあなたの考えを書いてください。食事後体調を崩さなかった2人はコーヒーを飲んでいません。食べ物ではなく飲み物が良くなかったようです。3人の女性が一緒にアイスクリームを食べに行きました。しかししばらくして1人の具合が悪くなります。なぜそうなったのか分かりますか。具合が悪くなった女性はアイスクリームの上にベリーのトッピングをしていました。他の2人の女性はシナモンをかけアイスを食べています。ミシェルが会社を出ようとしていた時、ビルの警備から危険な犯罪者が建物内に忍び込んだというメッセージを受信。彼女はできるだけ早く建物の外に出なくてはいけません。エレベーターに向かって走っていると、エレベーターが2つとも同時に開きました。中には体格の良い怪しげな男がいます。あなたならどちらのエレベーターに乗りますか。コメント欄でお知らせください。ミシェルは右のエレベーターに乗ることにしました。犯罪者はちょうど建物に入ったばかり、上の階から来ることはありません。秘密の金融情報を取得するために犯罪者が銀行員3名を誘拐しました。銀行員たちは床から高い窓が1つだけある地下室に閉じ込められます。少なくとも1人が脱出して警察に通報しようと2人は決意しました。男性たちは肩の上に立ちましたが、一番上に立つ人はまだ窓に届きません。どうすれば窓に届きますか。最も背が高い銀行員が一番上に登ればいいんです。彼ならおそらく腕が最も長いので窓に手が届くはずです。ルークは科学の実験に参加したのですが、何かがおかしかったようで、3つのポータルしかない場所に飛んでしまいました。左のポータルは南極の極地砂漠に、真ん中のポータルは溶岩があふれる火山のクレーターに、右のポータルは巨大なディプロドクスが闊歩する恐竜時代に続いています。あなたならどのポータルに飛び込みますか。コメントで教えてください。極寒の砂漠では一瞬で凍えてしまいます。溶岩なんて論外。でも草食恐竜のディプロドクスは人間には無害ですよ。かつて刑務所の警備員が非常に不穏な噂を偶然耳にしました。ある囚人が脱獄を計画しているというのです。警備員は監視カメラの映像を見て、2人の女性が怪しい行動をとっていることを発見。1人は元ボディービルダーで筋肉質、単発で体中にタトゥーが彫られています。もう一人は静かで控えめで一人で過ごすことが多い女性。映像を何度も見直した結果、警備員は脱獄を計画している女性を特定できました。
あなたは警備員ほど注意深いですか？コメントにあなたの考えを書いて証明してください。脱獄を計画しているのは静かな方の囚人。よく見ると髪の毛にはヤスリが見えます。これを使えば彼女は金属の棒を削ることができそうです。